この番組は世界のファッションを作るレナウン、森永乳業、プロクター&ギャンブル参考、林内株式会社、大正製薬の提供でお送りします。自然を愛し優しさを愛するサンフランシスコのミッシー、そして日本でもミッシーはそよ風を受けて春の中へ。レナウンのミッシーカジュアルコレット、シスコと日本で同時発売。あなたも中華料理の油落ちないわね。落ちるわよ。ボーナス粉末と一緒に使う？うん、このボーナスのパワーだけで十分なの。このちっちゃなキャップ2杯でこれ全部洗える。油汚れだってよく揉めば落ちる。比べてみる。うん、みんな綺麗よ。油はあなたの勝ちよ。ボーナスのでしょう。粉末に代わる液体ボーナス、油汚れもノックアウト。この博多人形日本から持ってらしたのよ。綺麗ですね。肌がスベスベで透き通るみたい。ミチコ、あなたも同じね。あなたはそれ以上ですね。毎日キャンメイ使っててよかった。キャンメイは滑らかな泡立ち、コールドクリーム入りでアメリカでもポピュラー。踊っていただけますか。ビューティーソープオブザワールドキャンメイ。話は後で伺います。隣近所の手前もあるでしょ。葬式が終わってから。あんた誰だよ。長男です。弟ならさ、イチャモン釣る前に証拠しなさいね。こんなとこでも揉めたらさ、お姉さん浮かばれないわよね。さ、証拠して。はい、まだ大丈夫なの？一言電話で言ってくれりゃよかったんだ。何にも知らないから一晩中気をもんじゃったじゃないか。お前がついて何をしてるんだ。喪服を持ってこなかったのかい。これでいいっておっしゃるのよ。とか着替えるとかないのか。これどうも、挨拶が後先になってしまいまして、この度はどうも。本当だな、どうも。ご愁傷さま。
お前は気に行かないじゃないか。じいちゃんを徹夜もじゃん。それでいいじゃないか。早く帰ってくれよ。じいちゃん、大人げないけど言うもんじゃないよ。まだね、分かってないんだったらね、頑張るのも筋が通ってるよ。だけどもう表立たになっちゃったんで仕方がないよ。ここであんたガタガタ揉めたらじいさんまた身の置き所なくなっちまうんだよ。たとえどんなことがあろうと少しは厳粛に出すのが仏様への礼儀じゃないか。看病もしない人間が偉そうにうんじゃないよ。お前は看病したのか。俺は彼女と一緒にやったよ。看病もいいがな、今後もあることだ。こういうことは他人に言う先にこっちへ行ってもらわなきゃ困る。他人じゃないよ。こういうことはな、家族やるもんなんだ。どこへ行くんだ。帰ってくれって言ってるだろ。葬式に来て証拠するの当たり前じゃないか。お前の手の前じゃないんだ。父さん、大丈夫ですか。菊蔵さん、ねえ、おじいちゃま。じいちゃん、急のお葬式で出かけます。玄関に塩を用意しておいてください。誰が死んだのかな。塩もいいけど今晩のご飯どうするのよ。どうも騒がせいたしまして、心配ないそうですから。ですか。もうすぐお寿司が参りますから。ええ、あの私たちはもうこれで失礼します。でも仏様のご供養ですから、召し上がってらしてくださいませ。あの店ね、閉めてきてますから。これでそうですか。それじゃあ、 あの昨夜のお通夜からのそちら様のお立て替えの分も。いいえ、あの別に。そちらの方も何かご用立てしたものはございましたら。いえ、ありません。そういや、あれも建て替えになるんじゃねえかな。え、あのおいくら。そうやってね、いくらになるかね。一人で飲んでちゃ申し訳ない。まあ、一人でグラムいくらになるか目方じゃ測れねえもんだからね。人間の気持ちってやつだもんな。こっちとらが立て替えたのは親の気持ちってやつだ。ちょっとあんた。いや、そうじゃねえな。逆かもしれねえな。俺たち子供がねえもんだから、せいぜい親ぶってさ、聞こえちゃん聞こえちゃんなんて、うん、本当は冷てえからこっちに入り浸ってんだなんて、うん、キコちゃんのためになってんだと思ったんだ。そうか、親は思えど子はさらにだ。キコちゃんに親孝行してもらって嬉しがってただけなのかもしれねえな。あ、うん、酔っ払っちゃってお酒が悪いせいに。口立つなよ。ちょっと、どんな人間だってよくよく見りゃあざもしみもあるんだよね。うん、どんな人間だっていい人間だって落ち度もあら、え、いい息子だってどんな秀才だって、うん、同じだよ。ねえ、帰ろ帰ろ。ねえ帰ろ。あのね、え、もういい。ひこちゃんさ、いいとこあんじゃないの。なんだよあんた、こなしのくせに親バカぶって。いや、何言ってんだよ。お宅はね、うん、お父っつぁんもおっかさんもきちんとしてるから、お茶の間つべていいもんだから、よそ行っちまうんじゃねえかな。どこのうちでも一皮むけばいろいろあるんじゃないんですか。他人様には分からないようなこともありますよ。いや、その通りだけどね、他人様の方がよく見えるっていうこともあるんだよ。へえ、靴屋風情が生意気を言うなんて目してさらさるけど、うん、まあ言わせてくださいな、障子落としだと思って。もうちょっとあんたやめなさい。帰ろうって言ってたろ。夕べ寝てないからあんた酔っ払っちゃった。いや、ヤクザの飴騙してるけどね、人の気持ちぐらいは見分けられるんだ。ちょっと待ちなよ。いいじゃん、言わせてくれ。ちょっと言わせてくれ。ね、おたくさ冷たいんじゃないの。
あのお言葉でございますけど冷たいんじゃなきゃ、ほらそういうの資格締めね。だから彦ちゃんもおじいちゃんも息抜きに外へ行っちゃうんじゃないの。だいぶお疲れのようだから車でも拾ってきた方がいい。いやもう車なんかとんでもない。あんた息抜きの場所招宅えないの。うん、本当ナイフにして本当あんじゃないの。ちょっとあっても申し訳ございませんね、うん、本当にあの酔っ払ってますから気にしないでください。ほら帰るっていうのよ。失礼します。ありがとうございました。おじいちゃんえ体にあんた気をつけなきゃダメだよ。ないってしっかりしてこい、うん、失礼します。実際よどこ行くんだ。一緒に帰るよ。待ちなさい飛行さん。ちょっとこころこといろいろありがとうございました。失礼しました。ご挨拶はいずれ改めまして。はい大丈夫おやじさん、さすがいいこと言うわ。そういう言い方はよしなさい。言い忘れたんだよ。ちょっと何靴屋をやる。一生靴屋をやるっていうのか。あそこには人間の汗だな油だの、すごいいい匂いがあるんだよ。嘘や体裁はないんだよ。あの女の人に引きずられてるんじゃないの。どういう付き合いなんだ。まさか約束したわけじゃないでしょうね。結婚するよ。でもさ、心の娘さんなの。どこで知り合ったの。就職もしてないのに結婚の話をする資格があるか。だから靴屋を継いで。菊夫お前な人が一人死んでるんだぞ。高声に出さないでくれ。真っ白になっても自分の年の半分ぐらいの若い恋人を捕まえてさ、それでバレてるなんてすごく素敵だよ。死んだ友達の子供の父親があれだなんて綺麗なこと言って、いじいじ女のアパートに通ってるよりもよっぽど素敵だよ。あの聞こえちゃう。なんでいいんだ。帰ってくれよ。帰ってくれよ。本当に酔っ払ってだらしないんだから。酔っ払ったふりしてかっ払ったね。もう思い残すことねえな。え？靴屋ついてくれるってさ、キコちゃん。本心かね。本心だろ。それじゃあ店改築しようか。定期下ろしてさ。どっこいしょっと。ちょっとあんた、今晩お風呂行かない方がいいよ。目に悪いと知っててもお酒飲むんだから。何すんの。だからってあんた今泡食って働くことないだろ。え
立つ鳥あと濁さずだ。立つ鳥あと濁さず、しゃかり行きにやれ預かった分なんてな、二日で返しちまう。あんた店辞めるの？あれなんて書くのかな、張り紙。毎度ご贔屓に預かりありがとうございました、当津田靴店本日をもって閉店することになりましたって。靴は手入れして履きましょう。お客様皆様のご健康と幸せを祈ります。バカ、手紙じゃねえんだぞ。休みの日は家でゴロゴロしていたい。肩こり腰の痛みで悩んでらっしゃる方、中国の医薬文献に基づいて組み合わせた肝薬エキスを配合、サモンエース。中年からの倦怠感、手足のしびれ感、腰痛、肩こりにサモンエースは優れた効き目を表します。サモンエース、和紙のマークの大正製薬の製品です。お母さんの甘さ、お母さんの甘さになりました。森永ドライミルク G8。 女らしくなるかな、うちのエース。まあいいや、元気なら。お宅のエースはどう？静かなブーム、濃くて美味しい森永。から送られたガスによる強い熱風が食品表面の空気の壁を薄くし、一気に加熱しますから早く美味しく調理できます。できる、できる、美味しくできる、リンナイのコンベック、まるまるコンベック、よろしくね。お葬式って誰が死んだの？死んだって言わないの。亡くなった。おじいちゃまの知ってる方。男女？大丈夫ですか？お父さん一緒じゃないの？帰りの途中だから会社に戻るって。ねえ、お兄ちゃんどうしたんだろう？全然電話もないわよ。おやさん。おふくろさん、おやさん、おふくろさん、どうして出ちゃいけないのよ、あんなに呼んでんだもの。おやさん、おふくろさん、風呂なの？
親父さん、親父さん、おふくろさん、他人行儀なまでしないでよ。北沢さん、まあ高一だとばっかり。あの、いけませんか。こうちゃんいないところへ酔っ払った男が上がり込んだりしちゃいけないですか。いや、どうぞ。という今日は本当驚いたな。いやね、前からね、親父にこれがいるってのは分かってたんだよ。ね、コートのポケットから女の下着が出てくるわ。ご会社行ったってうちを出たきり行ってなかったりでね。でもまさかあんなに若いんだったわね。50。とんでもない。あれ半分だな自分の年の。35、6。年もだけど、うちがね。いやいや、もうびっくりしちゃった。葬式行って、え、ゴミゴミした路地のね。お葬式今日だったんでしょ。うん、葬式の会に大笑いするのは不謹慎。分かってますがね。あ、そうだ、葬式の会なんだからさ、塩まかなきゃいけないんだよね。おい、こうちゃん、塩。いや、ご自分の家じゃないからいいんじゃないんですか。おい、こうちゃん。高一いないんです。え、あ、そう、こうちゃんいないのか。いやー、今でもしかし東京にあんな家があるんだよね。ほら、よく落語に出てくるでしょ、八っつぁん熊さんのね。え、さあお上がり、遠慮なくずんとくへずんとくへって言うと、あっという間に裏口へ出てしまうってやつね。三軒長屋の一巻きの真ん中。そこにおじいちゃんは。マンションだとかアパートってんじゃないの、一巻きりの長屋に囲っちゃってさ、自分はこの綿のはみ出た小切手のないちゃんちゃんこ着てね。どうも女に顎で疲れてへこへこしったらしいんだよ。いや、これはね、普通の家だって俺何にも言わないんだよね。そりゃそういうことだってあるさ。親父だって人間だ、目をつぶるよ。でもね、うちのはね、波の親父じゃないんだから。一つ、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。一つ、軍人は礼を重んずべし。一つ、軍人はね。今でもこれでね、自分もピシッとしてる代わりには他人のあらも許さないね。箸の上げ下ろしまで文句をつけてきた人間がだよ。てめえの知ってることは、なんだって言うんだよ、え。偉そうな口を聞きやがって、人の頭を押さえつけてきたやつが、え。てめえはどうだってんだよ。話が違うじゃねえか。どうも面下げて俺の顔を見られるんだよ。敵討ちにいらしたのね。こうちゃん。どんなに自分が正しくてもな、あんまり威張るなよ。何かあるとな、後で引っ込みがつかなくなるんだ。高一はいないんです。え、いないの。そうすると、あの奥さんと二人っきり。それじゃ船久保が死んでから初めてじゃないの、こういうこと。おい、いや、気持ち焼くなよ。信用してますよ。どっちよ。私も北沢さんも。そう思うな、船久保のバカなところでね。人間なんてのはね、あの金言実直に見えたじさまにこれがいたんだからね。で、俺だってこれぐらいのことはするかもしれないじゃないの。おじいちゃまのおかげでお別れに手を握っていただいたわ。え、長いことご心配かけましたけど、私
村瀬さんのお話をお受けしようかと思って。北沢さん、ずいぶん長いお付き合いでしたけど、初めてね、生のご自分のお気持ちをおっしゃったの。はい、どうなった？こういち。うわ、こうちゃん、こうちゃんじゃないか。お父さん来たの？なに、あなた、そんな立ったままで。外に車待たせたの。車って？うちを出てるんです。どういうことなんだ。おい、こうちゃん、ちゃんと座って、ほら、親父さんに訳を話して聞かせろよ。そういうのやめようじゃない。北沢さんは立派な父親代理、俺は理想的な孝行息子、そういうごっこはさ、もうやめにしようよ。じゃあこの親父さん、クビか。どうも、長い間お世話になりました。女の子がお嫁に行くみたいだわ。そうそう、そうね、私も同じこと言わなくちゃ。北沢さん、主人の代わりになっていただいて、陰になり平たりなり、息子と私のことをご心配いただきまして、本当にありがとうございました。酒一杯。はい、よっしゃい。やれよ。くたびれたの？いや、ゆうべは徹夜か。そうでもないよ。粋な黒部みこしの松にか。じいさん、俺に言えないもんだから、お前の方にとばっちりが言ったんだよ。一つ飛んで孫ってのはかえって言いやすいのかな。すぐの親子ってのはどう思う？そういうもんらしいな、どこでも。マイクだ。はい。まあ靴屋でも下駄屋でもいいけどな、もし格好悪いのがいいって言うんだったらサラリーマンだぞ。人の足を引っ張る、上役にヘコヘコする、お愛想いって情けない商売だよな。どんな卑怯な商売でもな、女房子供を飢えさせないためにやるって言うんだったら俺はそれでもいいと思ってるんだ。お前さっき人間の汗と油が好きだって言ってたけど、サラリーマンにだってあるんだぞ、それが。もう一つ、見栄と体裁ってやつもあるんだ。就職だけはな、
意地でなく本音で決めろよ。座って酒を飲む親父の手は俺の手とそっくりだ。指の形、爪の大きさ、ギャンになるほど似ていた。そして親父と俺は同じだということにも気がついた。二人とも固くなで過ちを許さない血を持っている。憎みながら憎みきれない。心のどこかで愛したいと思いながらも照れてしまって素直に愛せない。二人ともあと何も言わずに2杯ずつ飲んだ。そして黙って家へ帰った。めったに弱音を吐かない山下部長48歳、後ろ姿に疲れは隠せません。倦怠感にサモンエース、中国の医薬文献に基づいて組み合わせた簡約エキスを配合、サモンエース。中年からの倦怠感、手足のしびれ感、腰痛、肩こりにサモンエースは優れた効き目を表します。サモンエース、マシノマークの大正製薬の製品です。新聞紙代の大きさあればお鍋におやかん、お魚までがいっぺんに、いっぺんに。リンナイガステーブルコンパクト56は赤外線シュバンクバーナー、焦げ目がついたら中まで焼けています。新聞紙代のスペースでリンナイガステーブルコンパクト56。 Let's have a good time. Sunny days are waiting just for you. Come along, you gentle.Let's have a good time. レナウンのファミリーカジュアル、アーノルド・パーマー。どうしても国へ帰るという秀子を東京駅まで送っていった。引き止める言葉を探しながら足は自然に武井建設の方へ向かっていた。三月前にほとんど決まっていた就職を自分から振ったところだ。記者は何時？11時38分。その次は？16時38分。その次は？遅らせてくれないかな。少し待っててほしいんだ。勝手なお願いですが、改めて採用していただけませんか？無理だね。いかにこなでも二度は聞かんからな。女に結婚を申し込む、女がうんという気持ちになった時にそっちの都合でやめにする。少し経ってその話は元へ戻してくれないかって言われたって、うんと言えんじゃないか。そこをなんとかお願いします。気が変わったのかね。人間が変わりました。どう変わった？この前出した履歴書には落ちてるところもありました。懲罰なしではありません。高校3年の時に万引きしたことがあります。あの時僕は中の話を廊下で聞いてしまったんです。そのことを僕は、入社したら当社は紺の背広だ。大丈夫か？それじゃあ、じゃあ帰りに人事会やって
手続きを済ましていくんだな。どうもありがとうございます。北沢さんはお元気かね。は、元気です。あんた面接の時すっぽかして強引に頼んで、やっと。お父さん、お父さん、ね、こう竹建設就職決まったんですって。本当か。それから改めて紹介したいんだけど、竹森さん、おじさん、おふくろ、妹。お名前秀子です。あ、そう、そんなとこに突っ立ってないで上がってお茶でも。ね、今晩の汽車でね、国へ帰るんで。お国どちら。新潟の十日町です。うちのことを片付けてからまたすぐ出てくるって。その時ゆっくり上がればいいよ。お待ちしてます。じいちゃんは。誤解書、今度こそ本当に言ってるんじゃないかしら。北沢さんね。白い、あ、品のいい。ああ、今日から来た人だろ。そんならさっき帰った。
就職のことを報告しなくてはならない。二人とも内心がっかりしながらもおめでとうと言ってくれるだろう。がっかりしなくてもいいんだよ、あいつさん。俺就職しても土曜と日曜はここへ手伝いに来る。今まで通り並んで靴の修理をしたり、おつ鍋をつついたりしようじゃないの。だって隣だろ。彦星さん聞いてないの？どうして急に田舎帰って何すんの？目の手術して。目の手術？あら、知らないの？おじさん前から白内障だったのよ。白内障？目が治ったらタバコやでもするんだって言ってたわ。立ち食い専門の蕎麦屋さんになるんですって。こんなとこで流行るのかしら。姉さんとおふくろさん、なんか俺にことずて。聞いてない。
天秤をかけてる俺の虫の良さに爽やかな平手打ちを食らったような気もした。それにしてもなんという狭さだろう。ここに靴屋があって、口うるさい親父がいて、太ったおふくろが座ってて、夢の辰もつ鍋と本当の親父よりも情愛の困ったやり取りがあったことが嘘に見えるほど狭いのだ。大きく膨らんだ風船がパチンと割れた時、手のひらには小さくしぼんだシワだらけのゴムの切れっ端しか残らないように、夢のかけらは悲しくみすぼらしいものなのかもしれない。この旅はおめでとうございます。ご丁寧に。どういうんでしょう、村瀬さんのお話をお受けした途端にもう体中の力がガクッと抜けたみたいで。今まで女で一つで気張ってらしたんでしょ。北沢もそうじゃないかしら。小石さんの父親代わりだって張り切ってこちら伺ってましたでしょ。行くところがなくなって急に老け込んでしまうんじゃないかしら。白い箱になって弟の胸に抱かれて田舎へ帰った。俺の靴屋も消えてしまった。行き場のない男たちは少し元気のない足取りでゴールに入ったのだ。季節外れの運動会はもう終わったのだ。貴公さんの就職祝いしなくちゃね。いいよ、コネの就職。骨でも就職は就職です。そうよ、ね、いいよ。いいじゃないか、人が祝ってくれるって時は素直に受けるもんだ。どっかで飯でも食うか。あ、私ステーキ。あんたの祝いじゃないでしょ。加熱会館と行くかな。あそこ味が落ちたぞ。そうかな。うん、それに第一その女の子のしつけがなっとらん。よく食いに行くんじゃないから。一時が万事。じゃあどこにするかな。おい、何か食いたいもん。うん、久しぶりね、揃ってご飯食べに行くのなんて、うん、いや、そんなことはないだろう。去年の今頃だって。うん、おじいちゃまか聞く、誰かしら抜けてたわよ。そうよ。あ、ミニカキですか。はい。誰かどっか持ってったんじゃないの。すぐに出た試しやないな。耳かきとか懐中電灯なんてものすぐ出るようにしておく。やだ、耳かきと懐中電灯ってずいぶん違うじゃないね。指示が万事。すみません。じいちゃんは前と同じように威張っている。
親父と俺はあまり口を聞かない。妹はいつも何か食べている。お袋は例の骨董品はどこへしまったのか、レースを編んでいる。茶の間は何一つ変わっていないように見える。だがお互いに見せ合った恥の分だけ、いたわりと温かみが生まれたような気がする。こっそりパック、何が当たるかお楽しみ。クリープソネットおしゃれパックプレゼント。さっと溶け合うクリーミーな調和、クリープを入れないコーヒーなんて。エレガンス、レリアン。レリアンはあなたの白いドレスギャラリー。この番組は世界のファッションを作るレナウン、森永乳業、プロクター&ギャンブルサンホーム、リンナイ株式会社、大正製薬の提供でお送りしました。新版新選組します気。菊は栄えて葵は枯れる幕末の頃、時代の流れに逆らって崩れゆく徳川幕府のため、経絡の巷に血風を巻き起こし、誠の意地を貫いた男たち、身分の狼と恐れられた新選組。近藤勇に平幹次郎、土方歳三、古谷一行、沖田総司、草刈正雄を中心に大豪華キャストでお送りする大型時代劇「新選組島付き」、来週4月7日木曜夜10時よりいよいよ登場。晴れのち晴れ、コーンの出来よし、コーン畑は今日も快晴か。言うことないな。健康のひとしずく、コーン用ブレンド、味の素のサラダ油。ピエール・バルマン初めてのドレスエプロン、味の素のサラダ油から発表します。さあ当ててください。キッチンに女らしさを。なんだか怖いのです、それでも見たいのです、初めての春です。ミッキーキー、ジャシャサラビュー。都心にあなたのホテルを持ちませんか。サンオーナーズクラブ、全国10大都市に広がる専用ホテルでメンバーズライフを同時に楽しむサンオーナーズクラブ、5月1日から第1期受付開始。4月のオリエンタル中村栄本店は国際見切り市で幕開け。今回は特に憧れのグッチもヴィトンも大バーゲン。明日から中村の国際見切り市、世界の一流品の大バーゲンです。さっと溶け合うクリーミーな調和、クリープを入れないコーヒーなんて。笑いたい時に笑えばいい。メルサの女。着物、その伝統と新しい美しさを川口屋がお届けします。